その他競馬レース展望です。この時間は9月29日木曜日の展望を行ってまいります。解説は競馬ブック北野坊敦さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今週3日間開催、今日水曜日からスタート、9月最後の3日間開催です。まあ、先週金曜日が特にもう逃げ切り多発という馬場で、重賞もそういうレース結果だったんですが、今週もまたちょっとこう逃げ馬有利の感じしますかね。まあそんな感じですね。いくらか砂入ったとはいえね、そんな感じはします。はい。まあ、今日12レース終わって9レースで逃げた馬が連絡みという、そんな結果になっていました。さあ明日はどうなるでしょうか。姫雨菊花賞ございます。ご覧のラインナップです。全部で12レース姫雨菊花賞と一つ前の10レースを展望いたします。では行きましょう。第62回姫雨菊花賞、1700m 9頭、まあ、頭数こそフルゲート割れですけども、実に豪華なメンバー揃いました。いや、そうなんですよ。そもだ金牌でね、こんなメンバーが揃うのかなと思ってたんですけども、そこを待たずしてもね、ここで揃っちゃいましたもんね。そうですよね。さあ印見ていきましょうか。こうなりました。本命は4番ラッキードリームということで、絶対王者仁義を抑えての本命はラッキードリームですか。そうですね、はい。まあ、この間が、ね、初戦だったんですけども、まあ、勝って当たり前のメンバーだったとはいえ、はい、強かったですよ ね。 そうですね。まだまだ奥がありそうな走りしましたし、であの時よりも今回の方が相当状態いいですよ、はい、中間の乗り込みとか気配とか見てましてもね、まだまだ4歳ということで上積みもありますんでね、まあ、どれぐらい走るのかちょっと計り知れないなと、そういう魅力がありますね。はい。まあ、去年の門別の三冠馬ということでね、その触れ込みで入ってきましたが、まあ本当噂にたがわぬ前走強さでしたもんね。そうですよね。そんな中で今度はね、もう仁義やシェダルと対戦となりますけども、もう一気にこの馬が主役を取ると。いや、可能性ありますよ、やっぱり南関東でも2勝してますからね、はい。相当なもんですよこの馬、はい。まあ、前走もね6分程度の仕上げだったという話ですけどもね、はい。そのラッキードリームが本命です。で対抗は9番の仁義ということで、まあ、2年前のこのレースで英信西パに負けた以降、地元守は負けてないんですよね。そうなんですよね、はい。だからね、本当この馬に対抗を打つのなんて本当失礼なんですけどもね、この旅だけはちょっとこうさせてもらいました。そうですか。というのもやっぱりね、若干初動が遅いんですよねこの馬ね。去年のこのレースもね、最後はまあ強く勝ったんですけどもね、はい、向こう正面から3コーナーかけての反応ですよね、ちょっと怪しかったんですよね、もたつきましたよね。それと去年と今年のメンバーですよね、はい。それ考えますとちょっと今年の方があそこで苦労するんじゃないかなと、そういう思いがありまして対抗にしましたね。はい。仁義、まあ、もし勝てば、賞金2億円超えでね。あ、もうそうなんですか。そうなんですよ。あの兵庫県競馬史上最高額ということになるわけなんですけどもね。仁義重賞11勝馬、果たして復帰戦いかにというところですね。そして3番のシェダルに黒三角、春の兵庫大賞典では仁義を首差まで追い詰めたという馬ですけども、節杯ね、見事重賞初制覇遂げました。まあ、あの時トップハンデでしょ、はい、58.5 でね、あんだけの走りするんですからね、この馬もまた魅力ある一頭ですよ、はい。まあ、とにかくこの三強ですよね、どっからでも入れるなという感じはします、はい。でいずれもいい仕上げしてますからね。そうですね、はい。で7番のタガノ・ウィリアムが4番手評価ということで、こちらは、まあ、逃げて連勝を飾ったんですが、前走節杯はもう出遅れが全てですかね。そうなんですよね、だからあの時でもね、五分にスタートしててくれたらね、それは もっと際どい競馬ができたとは思います、はい。まあ、あのスタートが全てで全く、なすすべなかったですからね。とにかく今回はスタートを決めて前々で競馬してほしいですね、はい。あわよくば鼻でも切ってほしい、はい。そうすればやっぱり三強に迫れるものは持ってますんでね、はい。面白い競馬になると思いますね。まあ、新しい調教師もこのウィリアムに逃げてもらってというね話をしてましたけれども、そこで5番のアイアムレジェンド白三角、この馬も逃げ宣言してるんですね。そうなんですよ、これが不気味ですよね、はい。何が何でも行く打てますからね、はい。まあ南関東でのね成績見ますとラッキードリームからだいぶ負けてますからね、4走前でしたかね、ちょっとそこら考えますと、しんどいことはしんどいでしょうけどもね、はい。ただ前々でしぶとい競馬しますんでね、
自分の形自分のペースになった場合、うん、3着ぐらいに粘ってもおかしくないのかなとそんな感じは持ってます、はい、2走前の犬鷲賞がまさにそんなレースでしたから ね、 そうですよね。で特に今の馬場傾向というところでね、花を奪っていけば、うん、面白さがより増すというそれだけ余計花行きたいんでしょうね、うん、このままね、はい。まあ、印は以上の5頭ということでね、まあ、印入りませんでしたが川崎のコーラルツッキーとか浦和のバーナードループもダートグレードホースですから。そうなんですよ、ね、うん、いいメンバー揃いました。これ展開面としてはどうですか。アイアムレジェンド逃げて、うん、逃げ宣言してますんでね、うん、行くのかなと思うんですけども、私は行かせばタガノウィリアムの方が早いんじゃないのかなか、と思ったりもしてます。まずはゲートの一貫歩目ですね、はい、3強の内取りはどうなると思いますか。あ、難しいですねこれもまた。うん、仁義もね結構逃げてという競馬最近多かったですけどもね。そうですね、ちょっと早めに動きたいでしょうね、初動が遅いというのがあるんでね。確かに確かに、まあ、そのあたり含めてね楽しみは尽きないというね、姫山菊花賞です。さあではフォーカス見ておきましょう。ここ馬福勝負ラッキードリームから3点買い、はい、はい、ということでまとめていただきました。姫山菊花賞スタートは4時5分です。では残りの時間は1つ前の10レースの展望です。3歳以上 C1 特別1700m12 頭印こうなりました。本命は8番のリンガーに入りました。マーキン走4戦連続で馬券絡み、惜しいレースは続いてますね。そうなんですよね、いい走りしてるんですけどもね、なかなか勝てないんですよね、はい。まあ、そこでね田野くんが1007に行こうと、うん、こういう助言をしたらしいですよ。そうですか、うん、田野くんやっぱり先週重賞勝ってね、はい、今日も勝ちましたし、乗ってますよね。しかもここ土屋厩舎に下神戸牧場というねぴったりなんですよ、一緒ですからね、清水さんも一緒ですからね。あ、そうなんですね、うん、それだけに去年先週の再現ですよね、はい、うん、あるんじゃないかなと思いまして本命ですね、はい。で7番 Z ピアレス、これもね安定感ある走りで2走前に久々に勝利を挙げたということですけども、うん、まあ、あの勝利でねポンポンと行くのかなと思いましたけども、前回2着、あ、昇級戦でした。でもこれはね、うん、あの勝ち馬がもう超楽逃げになったんですよね、はい、どの馬もつつきに行かず、はい、だからまああの2着はしょうがないかなとは思います、まあ、とにかく崩れないんでね、はい、まあ、この2頭が最有力でしょうね。2頭の勝負になるんじゃないのかなという感もあるんですけどね。そうですか、はい、まずは6枠2頭、うん、で1番栄進銀が休み明けから3着続き、前走距離詰めたところで9着ということで、うん、今回初めて 1700m、ね、まあ、ずっとねこれ短い距離というか1400以下使ってるんですよね、はい。でまあ、今回1700、まあ、初めての距離なんですけども、追い切り動いてるんでね、この追い切り通りの走りするんだったら、ちょっと変わってこないかなと、うん、はい、うん、そういう感じはあります。で4番手に5番レッドフィリーチ入りました、うん、この馬も今回1007なんですよね、はい、1004で思ったほどの走りができなかったということで1007来ましたよね、うん、もともと長い方がいいのかなという感もあるんでね、はい、この馬も変わってきていいんじゃないかなと思います。であと3番プリンさんと10番ウォニーに白三角評価です、うん、ウォニーはねこの57対応だけでしょうね、はい、まあ、確実に今来ますんで調子は非常にいいですよね、うんうん、だからまあ57になっていつもの反応ができるかどうか、そこだけでしょうね、はい、プリンさん叩き2走目ですからね、前回そんなに負けてませんし、はい、このまま面白い存在になってくるんじゃないかなと、内枠ですんで立ち回り一つだと思います。はい、印以上の6頭ということになりました。ではフォーカス見ておきましょう。ここ馬福勝負8番リンガー、ここはまあ連は外さないと、うん、そうですね、うん、なんとなくこの6枠2頭軸でいけばいけるんじゃないのかなという気がするんですけどもね、はい、2頭とも安定してますんで。そうですか、でもひとまず馬福8からいきたいです、うん、はい、ということはまあ7、8というところはちょっと厚めに買いたいというイメージですかね。はい、はい、10レース発走時刻は3時30分となっています。明日は豪華メンバー揃った姫山菊花賞を存分にお楽しみください。ここまで解説競馬ブック北野坊敦さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今後ご覧の日程での開催となっています。引き続きその他競馬存分にお楽しみください。